ご視聴ありがとうございます。疲れました。ワンフェス行ってきました。いつも通り展示まとめやっていこうと思います。よかったら見ていてください。はい。でもう画面と喋りは連動してませんので、そこのところよろしくお願いします。はい。ではですね、感想でも雑談していこうと思いますので、もう鬱陶しかったらミュートにしちゃってください。はい。で今回ですね、もう私史上多分一番たくさん撮ったかと思います。朝10時からもう閉店17時までぶっ続けて撮ってきました。うん。まあ、なんですが、もう全然撮り切りませんでした。ちなみに企業ブースだけでも全然撮り切れませんでした。18金コーナーには足を運んでおりません。でまあここ数回はコロナの影響もあって出店しない企業さんも多かったんですが、うん、まあ、それくらいの方が回りやすかったかもですね。だんだん企業さんも復活されて、であと入場制限とかも多分なくなったかと思いますので、人もすごい多かったんですよね。うん、てなわけで全然取り切りませんでした。はい。で私のイベントまとめ動画はですね、もうほとんど静止画になってます。まあ動画は時間もかかるので、他の方のご迷惑にもなりやすいので、毎回すごい少なめになっちゃうんですよね。まあ、ということで、まあ、ほぼほぼ写真数枚で撮っていったんですが、うん、まあ、それでも全然時間足らないんですよ。あのプライズであとくじもありましたかね。であとアクションフィギュアですとか特撮系、すいません、もうほぼほぼないです。あとデフォルメ系も多分少ないと思います。スケールフィギュア中心で今回もまとめていきたいと思います。でめちゃくちゃたくさんあるので現状何回になるか分かりませんが、あのぜひたくさんの動画見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。で動画の長さもですね、まあ、アンケート取らせていただきまして、10分から15分くらいが一番良さそうなので、毎回それくらいで作っていこうと思います。あの劇場版仕様を望んでいただける票も案外多かったんですが、まあ、どうせネタ票ですよね。普通に作らせていただきます。はい。で今回の一発目の内容なんですが、うん、もう着々と進んでおりますが、渋谷さん、うん、今回も激アツでしたね。であとはエスファイアさんと、ベルファインさん、あとクレーネルさんとアニプレさんになります。ですので結構少年誌作品とかが多め回かもしれないです。まあ、エロメ系は全然ないですかね。うん、まあ、かっこいい可愛い系勢揃いとなってると思います。で今回はですね、結構頑張りましたよ。以前ご要望いただきましたが、ネームプレートしっかり取ってきました。うん、まあ、でも忘れたのもあります。許してください。であとオートフォーカスに全てを任せて一発撮りしてますので、めちゃくちゃブレてるものもあるかと思いますが、ご了承ください。はい。であと、うん、まあ、私もガチ勢のカメラマンの方と比べるともう本当ペーペーですので、画質やピントもあまり期待しないでください。あの本当もう武器みたいな方とかいますよね。すごいですよね。もう本当うまく撮る方法を教えていただきたいくらいです。まあそんなわけで、ホワイトバランスがいまいちだったり、明るさやピントが微妙なのもあるかと思いますが、うん、まあ、ある程度まともそうなやつを選んで載せてますので、まあ、私の限界はこれくらいになりますので、よろしくお願いします。はい。でまあ少しメーカーさんのお話もしていこうと思うんですが、うん、これも映像と噛み合わなくて申し訳ないんですが、最初の渋谷さん、うん、やっぱり数がすごいですね。今後も期待しかないです。で五等分の花嫁とかも全員原型が公開になりましたね。まあでもやっぱり照明とかが加わるとクリアの感じとかが強調されて本当に美しかったですね。あの後でまた再投稿したいと思ってます。で再投稿といえば渋谷さん、チェンソーマンも熱かったですね。で他にも未彩色で窓まぎですとか、あと撮影禁止でマクロスフロンティアとか、うん、もうほんとそそられるフィギュアばかりでしたね。あの渋谷さんは後日渋谷編を別投稿したいと思ってますので、ぜひまた見に来てください。はい。であとはエスファイアさんなんですが、あのエスファイアさんはですね、ジャンプフェスタ展示があったのでそんなに変わってなかったかもですね。であとリゼロもこの前投稿してしまいましたからね。
まあでも注目なのもしっかりあって、あのヒロアカのデク・エリちゃん、ついに彩色公開になりましたね。めちゃくちゃかっこよかったです。であとオールマイトもジャンプフェスタの時ではあまり撮れなかったので、今回しっかり撮ってきました。まあ、ヒロアカも別でまた投稿できたらなんて思ってます。はい。で、あとベルファインさんですが、ベルファインさんもヒロアカ強いですよね。あのミルコの彩色版とかやっと拝むことができました。すごいかっこよかったです。あとカンコレ、シグレとかあったんですが、すごい久々に新作を見た気がします。まあ、でもやっぱり可愛いんですよね。であとワンパンマンの竜巻とかもあったんですよね。なんか珍しいですよね。であとフェアリーテイルなんかも新作で、エルザなんかも出るようですし、もう本当めちゃくちゃかっこよかったです。であとは、アニプレさん、というかリボルブさん、というかクレーネルさんに名前が変わりましたね。毎回アニプレさんのブースで展示だったので気になってたんですが、リボルブさんってアニプレさんの子会社だったんですね。知りませんでした。でまあ名前が変わってかは分かりませんが、結構ラインナップが強烈ですね。まあ、展示はそこまで多くないんですが、気になっていた新エヴァの綾波、未彩色で展示されてまして、ロン毛の方でしたね。いやレイ、アスカ、マリで揃えたいです。あと新作告知も熱かったですね。アズレンですとかホロライブ、オーバーロード、リコリコで、個人的にはクルミの7分の1スケール決定ということでめちゃくちゃ嬉しかったです。多分買うと思います。はい。で、動画の最後がアニプレさんになるんですが、まあアニプレさんは基本タイトルが強烈ですからね。鬼滅に、 FGO に、リコリコに、で今回キセコイなかったですね。まあでもしっかり新作告知はありました。ナイトプールだそうです。で他にも今後ニーヤですとかボッチザロックとか控えてますので、さすが大手だなという感じでした。今後もすごい楽しみです。はい。まあそんな感じの内容となってまして、もう今回は本当タイトル的にも王道健全な感じがほとんどですかね。セクシー系はすごい少ないと思います。まあでも次回以降どこかのタイミングでしっかりありますので、ご安心ください。楽しみにお待ちください。まあでも映せる範囲ではやっていきますので、そこはよろしくお願いします。はい。まあそんな感じですかね。あの一発目は程よくこれくらいにしたいと思います。雑談は以上になりますので、ぜひ最後までごゆっくり見ていってください。
い、では以上になります。今回はワンフェス2023冬新作展示フィギュアのまとめその1でした。次回もぜひまた見に来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。